今回は田園都市線多摩プラザ駅周辺をご紹介します。南口にはバスロータリーがあります。羽田空港行きのバスも出ています。こちらは多摩プラザテラスサウスプラザです。スイミングスクールやフィットネスクラブが入っています。こちらはゲートプラザ、ショッピングモールになっています。改札の前も多摩プラザテラスです。北口は広場になっています。多摩プラザテラス、いろいろお店が入っています。北口正面は東急です。左へ進んでいきます。東急の隣にはイトーヨーカ堂があります。その先にはテラス席のあるケーキ屋さんもあります。こちら側にはラーメン屋と韓国料理のお店。少し進むとヨガスタジオとドラッグストアがあります。交差点を左へ曲がります。こちらクリニックビルがあります。進んでいくとカメラ屋さんやマッサージ店、北海道ラーメンや居酒屋も並んでいます。線路が見えます。そして本格炭火焼肉のお店もあります。その先はケーズ電機です。角を曲がるとファミリーマートがあって、左手にカフェがあります。夕方でとてもにぎわっています。今回は多摩プラザ駅周辺をご紹介しました。駅前は商業施設が充実していて、ファミリー層に人気のエリアとなっています。お問い合わせはアーバン企画開発賃貸ショップまでお待ちしております。